じゃあ今度これ、ドラクエ3ね。ちょっとこれ、ドラクエ3の場合ね、セーブデータがね、消える可能性あるから、下手したら。もう、最初からクリーニングをしておきましょう。つきやすいようにね、しておきましょう。はい、汚れてるんですよ。黒くなりますからね。いや、つかないファミコンソフトをこうやってやると、復活するんですよね。汚れてるだけなんですよ。で、これ刺せばね。あ、本当ですね。こっちつかないですね。こっちでやると。こっちのモニターも反応しないですよ。なるほどね。逆ってそういうことなのか。インとアウトっていう違いってことですね。いや、僕その辺もあんまりよくわかってなかったんでね。こうやってね、こうやってみて初めてわかりますね。あ、なるほどって。ではこっちのね、逆の方はもう使えないってことでね。もう、地下倉庫に眠らせといてもいいですね、これはね。おー、ついたついた。冒険をする。おー、最強データなんですよね。これ実機ならではですよね。こういうなんか、昔のセーブデータを使ってプレイするっていうね。あ、間違えた。なんでリレミとやね。ルーラー、ルーラー。まあ、勇者でもいいけどな。あ、MP 足りない？あ、ほんま1しかないわ。まあいいや。劣化。まあこのデータでも昔ね、僕実況プレイやってますからね。ダウソリカント。いやね、最近ね、RG350 でね、ドラクエ3やってくれというね、リクエストありましたけど、ちょっと違う形でドラクエ3今やってますけど、ちゃんとね、RG350 でもドラクエ3をね、やらさせてもらうんで、ファミコン版のね。はい。今回は HDMI 端子でドラクエ3をちょっと今楽しませてもらってるって形ですね。はぐれメタル。逃げますよね。まあ、このデータはね、僕がやったデータじゃないんですよね。中古で買った時に入ってたデータなんですよね。この最強データね。はい。こんなものにしときましょう。まあ、これは実際に、実況プレイでね、昔、撮ってるんで、で、ゾウマ倒すとこまでやってますからね。はい。ドラッグ3ですね、今度は。ヤマト。あ、アリア班から始まるんや。結構強いですね。ライアス、ヤマト、アラン、イディア。アリア班でセーブしてるとは珍しいね、こんな強いのにね。スライムね。
しぶりにね、間違えた。はい、伊勢荘に行きました。はい、ちょっとね、ちょっとね、イシスのね、ピラミッドに入ろうと思って、久しぶりにね。出たー、神曲。神曲ですよね。ああ、しまった。そうか、あ、落とし穴やったね。これ自分が使えないやったっけ、確か。ああ、呪文が使えないんですよね、これね、確かね。ああ、そうか、これ。ちゃんとキャラ敵を選ばないと、ああいう風になんかスルーされてしまうんですね。そういえばね、この時はね、切り替わらないんですね。こればっかりやな。あれ、これどこやったっけ。こっちか。この下行きゃいいのか。マミーでした。怪しい影。あ、ここに戻るんでね。はいはい。ということでね、まあ、ちょっとセーブデータをね、残ってるか見てるということで。はい、これもドラクエ3です。はい、悟空、これ僕のデータですね。はい、あ、違うわ。ランチ、悟空よ。まあまあ結構強いんですよね。なぜかリンなんですよね。市長ラーミア。神曲ですよね、これね。感じです。